日本神奈川県横浜市港南区日野日野は横浜市港南区の町名。現行行政地名は日野1丁目から日野9丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は234-0051。港南区中部に位置し、日野川、鎌倉街道沿いに南北に長い形をしている。1丁目が鎌倉街道の東側、残る2から9丁目が西側となる。 鎌倉街道沿いにはロードサイド店舗などが見られ、幹線道路から離れた区域は住宅地などとなっている。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、日の一の11の10の地点で18万9千円、平方メートルとなっている。古くは宮ヶ谷村、宮野下村、金井村、吉原村の4家村からなる日の里で、 1889年に、笹下、矢部屋、日野、栗木、上中里、峰、一人沢の各村と合併、日野の、日と笹下の、下を取り、草加村となった。1927年4月1日に、横浜市に編入。草加村大技日野あざ元の宮、宮方に、宮の下、金井、吉原が、横浜市日野町となった。吉原は、 現在の1.2丁目付近、金井は9丁目付近に相当し、バス停や学校名などに名残が見られる。同年10月1日に、区政志向、中区日野町となる。1943年12月1日に、中区から南区を分離、新設し、日野町は南区に編入された。1969年10月1日に、南区から、 江南区を分離、新設。日野町の一部が磯国に編入し、残りの大部分が江南区日野町となる。磯国に編入した部分は、翌年に住居表示を実施、要光台となる。1972年6月5日に、日野町と笹下町、上大岡町の各一部から江南と江南中央通を新設。1983年8月8日に、 日の町から日の南一の三丁目、九百八十五年七月二十二日に日の一から九丁目、九百八十七年七月二十日に日の南四から七丁目を新設した。残る部分も九百九十三年十月八日に日の中央一の三丁目となり、日の町は消滅した。二千十七年十二月三十一日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2丁目を横浜市営地下鉄ブルーラインが通る。町内に駅はないが、港南中央駅に近い。ほぼ南北に鎌倉街道が縦断し、北部で環状2号、南部で横浜横須賀道路、前岡上里線と交差する。鎌倉街道を中心に上大岡駅。 高南大駅、陽光大駅、上長屋駅、横浜駅、大船駅などへの路線バスの便がある。ありがとうございます。